はいどうもシクロです。ジョンです。キスマイフット2です。今日の企画は男が今彼女いらないなと思う瞬間点々。2だよ。キスマイフット2ですって言うんですよ。ああそうなんや。もう一人じゃないんや。今日ずっとグループやもん。今日7人7人7人もいるんだ。へえー、彼女いらんなって思う。はい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 、僕はいますけど、はいはい、僕はいてほしい側の人間なんですよ。あ基本的に、はいはい、いらんとだから思う瞬間というか思う瞬間。俺結構いらない派の人間あかもしんないから、なんかどっちでもいいっていう感じやわ。いたらいたで、だから三者三様ね。じゃあ考えていきましょう。はい、はい、じゃあ2個出していきましょう。ショーここにキスしてってエッチじゃない。確かに大好きなやつ。はい、はい、急に。あの、すべてにおいて、順調な時、うん、あーもう、入る余地がない、もう満たされました、僕の縁はみたいな時に、はいはいはい、彼女入る余地あるってなる。あーこれ人それぞれだと思う。逆にその時にさらに欲しくなる人もいると思うけど、うん、俺はなんかその、まるっとなった満たされてるから、うん、そうそうそう彼女そうそうそう、欲しいって別にならなくなるかな。なるほどね。うん若いと、はい、はい、男友達とのエモい夜。はい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 、はい、男友達の方がじゃあ楽しい時、楽しいなって感じる時、これ結構僕高校生の時とか思ってたんですけど、やっぱ彼女今いらんなっていうのはやっぱね、男友達で5人ぐらい集まって、夜中中ワイワイガヤガヤする。夜から鍋とかしたり、焼肉とソロが楽しいとかいうのも確かあるかも。ある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 あ今思えば、どっちもどっちで楽しいんですよ。そうなのよ。彼女がいいようないなくて男友達と遊んでた、うん、でもやっぱこの時はいらんなって分かる。なるほどね。思っちゃう瞬間ありますよね。はい、はい、ちょっとなんかクズっぽいこと言うと、うん、あのモテてる時。おー、だからなんで、なるほどね。結構だから一人に絞んの難くないんだよ。はい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 。一番のこのタイミングに3人ぐらいから来られてるみたいな感じや。同時期に。で、なんかそんな彼女にしなくてもよくねみたいな。そこで遊んでいけばいい。いや、そうだから遊びたい時やな、言うたら。しこしゃメンバー。しこしゃよ。実はこんなタイミングあんまないんやけど、ぶっちゃけなんかそんなわざわざ一人にこう絞ってみたいな気分でない時、うん、てか男の人はそういうのが多いと思うね。いや、ぶっちゃけそう、うん、本能がそうだから。、うん、はい、はい、あの旅をする時、あ、はい、心配かけたくないから。なるほどね。フリーの方が結構自由聞くじゃないですか。確かに確かに、はいはいはい、長旅に出るんや。長旅に出る。なんか自分探しにインドとか行く時はやっぱ、うん、探さないでくださいって、うん。そこを拠り所にしてしまうかもしれないし。確かにね、自分が逃げてしまうかもしれないね、そこに向かって。はい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 。そうするとあれじゃないですか、起業とか、うん、あの独立とか、うん、いやまあそうやな、うん、そういう迷惑かけたくないみたいなのもあるし、うん、まあでも支えになってくれる人が痛いみたいな気持ちもあったりするから、そこは悩みどころだよね。俺もしそのこのタイミングで彼女おったら、その出てくる時にね、こんかった可能性はなきにしもよ。あー、なるほどなるほど。そうそう、逆にそっちを取って、うん、そうやな、うん、うん、はいはい。あの一回こんなこれこの感じ俺一回あってんけど、うん、その俺はまだ未熟だっていう。俺は弱いっていう時が一回あって、ルフィの2年前、俺ベイビーと仕事する時のやつ。俺は弱い。俺にはまだ守れねえっていう時が一回あって、いや分かる、俺すげえ分かるんだよ。ちょっとなんかあるんよ、うん、たまに、うん、なんか、うん、こう女を作ってる場合じゃないんだよね。そうねえ、分かる、俺すげえ分かるから。もっと成長してから、うん、あの作ろうみたいな時でかって、俺解消ねえなーみたいなね。あ、そう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 、守ることもできないまま捕まえても。そう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 、また失うだけだみたいな。あるあるある。めっちゃおもろいなそれ。めっちゃおもろいから。俺はまだ未熟だ。はいはい、あの彼女って何っていうなってる。そもそも彼女って何なん、概念的に。わかるわかるわかるだよ。あの交際は口約束ですからね、うん、っていう、うんうん、このままだって何も連絡取らず、うん、フェードアウトしたらじゃあこれ何なんみたいな。そう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 。俺多分結構その答えの解決が導き出せてないっていうのはずっとあるかもしれない。ああ、うん、いやそうなんよ、うん、
彼女ってなんなんみたいな、かといって結婚したいわけじゃないしね。うん、その時なんか別にいるとか以前にその概念がそのね、そのなんかふんわりしてるよなっていうのはあるよね。いやそう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 、うん、その時はあるかもな。別に彼女以外とデートしたらダメなわけじゃないし、一緒にご飯食べてもダメなわけじゃないし、うん、うん、それは分かる、めちゃくちゃ分かる。はい、はい、僕が中学生高校生の時に実際に思ったことなんですけど、 あのアイドルが可愛すぎる。あーあーそれあるだろうね、うん、だリアル愛せないってこと。そうですね。なんかあの付き合えるわけもないじゃないですか、それは分かってるんですよ、うん、でもそっちに倍に行きたいみたいな。で童貞の頃多いよね多分そういうの。ああ確かに、理想だけがこう上がってるから、うん、そう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 、一般人好きになられへんみたいな。な周りがマジでね周りがね、その、うん、そう、なんかあんま満足できない現実が、うん、直視したくない時とかって多分より高いところを見て現実逃避したりするよね。はい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 、あるな。はい、大丈夫。恋愛のいざこざを見た時、はい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 、カップルが喧嘩してる、やれ喧嘩してる、振られて落ち込んでるとか見た時に、恋せんくてよくないって思ってしまう俺は。いやわかる、自分がね、うん、別に世界はしてていいけど、俺カップルこれ喧嘩とかするといいかなみたいな。あ、いやそれはちょっと俺わかるわ、うん、はいはい、ちょっと近いんやけど、うん、あの、めんどくさい別れをした時。あーわかる、うん、でもめんどくさくなって別れましたってあった時に、直後とかにさ、もう彼女とかって別にいらんくねみたいな、うん、なんか全女性がそう見えてしまうよね、うん、いいように見えるけど付き合ったらこうなるんだろうなみたいな、うん、悪い面を見てしまってんだよね多分。やっぱさっき言ってたように自由じゃなくなるっていうか、うん、なんか毎晩ちょっと毎晩っていうか電話をしなあかんとか、うん、他の子になんか可愛いとか言ったらあかんとか、うん、なんかそういうの出てきたら、うん、規制がかかっちゃうとやっぱちょっとそうだね、やっぱだから牛を飼うように自由にさせとけって話だよね、うん、そう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 、うん、はいはいはい、どうその哲学とか概念に繋がる時があるんですけど、うん、やっぱ、うん、あの源氏物語を読むといらなくなるの、読むといらなくなるのやっぱ面倒くさいなっていう、ね、重度のメンヘラにも陥れられたりね。 あ、そっちなんだ、うん、光源氏みたいに遊びてえなじゃなくて、遊びたいなじゃなくて、そこがやっぱその面倒くささがやっぱ出てくるやろなっていう。平安ではね、みやびなるストーリーで描かれてますけど、ね、ちょ今とは違いすぎるよな。むずいんよな、ほんま絶対だるなってくるわと思ったらね、付き合うってむずいんよな。むずいよな。はいはいはい、ガイド、まあ、自分の余裕っていう問題で、うん、あの貯金がないとき、あーそうだね、お金がね、うん、そこを支えてくれる彼女とかっていいんですけど、はい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 、なんか、まあ、やっぱお金ってかかるじゃないですか、交際すべてにおいて、そこでやっぱなんかそこは来てもなくてもいいなって思っちゃう瞬間は、はい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 、さっきの俺は未熟だのお金番ってことで、そうやな、確かに、うん、俺は金がねーっつって何もできないっていう、うんうん、相手を楽しませることができない、そうだよね、それは確かにあるかも。自分に力がないときほど情けないことないよね、男って、うん、いやそうやな、体力だろうが、ね、なんていうの、人間力だろうが、いやそうそうそう、今かっこよくないから、うん、付き合いたくないみたいなちょっとあると思う、うん、マジで、うんうん、はいはい、じゃあこれはみんな経験ないと思うんだけど、うん、俺インポってなった時え、あのインポってめっちゃ自信がなくなるとか言われてるやん、 あれ本当に俺一回なかなか立たない時があって、あだからもうちょっと半分インポみたいな、はい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 、時があった時もうなんかそんな女性にこんなの見せられないみたいな、なんならもう男としての自信もなくなってきて、あーやっぱそうなんや、そう彼女とかの話じゃないみたいな、はい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 、になった。へえ、きつ、俺も経験ないけど。ないやろ、うん、これね怖いよ、ほんと気をつけた方がいいし、あのインポの人に優しくしてあげて、めちゃくちゃ自信なくなるから、オスとしての、まあ、そうやな、男とか象徴やもんな、社会的なやつじゃないのよ、もう生物的なオスとしての自信がなくなるから。確かに確かに、それはそんな彼女どこじゃないな、そうこれ結構やばい。はいはい、ガイド、これ実際に一人で今の彼女と付き合う前に一生思ったことなんですけど、一人飲みが楽しすぎる。あーへぇ、はい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 、一人飲み、一人飲み、へぇ、そうなんや、あのお店でもいいですし、うん、
お家、うん、お家でもいいんですけど、うん、部屋真っ暗にしてテレビだけつけて、うん、ハイボールを飲むっていう、はい、はい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 、あれそれね、そのくせ早めにやめないとこんなおじさんみたいな料理料理してあ、そんな楽しいんや楽しいのよ、好きなもんを好きな時に好きなだけ食えるからはい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 、誰の目も気にせずじゃあもう一人がそもそもじゃあ楽しくなった楽しくなったらそう、あ、俺飲まんからあんま分からんけど、うん、まあ、そういうのありそうやな、そう、飲んでる時なんてもうふわふわしてるから、うん、現実見てないからもういらんくなんねや、いらなくなりますねもうこれで幸せじゃないってなっちゃうはいはいはい、なるほどね、うん、ファミマのスモークタンとビールとかハイボールとかカンカン買って帰るんですよ深夜3時とかにさYouTube 見てる時とかなほんまにやばいさほんまにもうこれでいいってな、うん、なるよなと思ってましたねああそうなんやあそれ続けるとこじらせるから気をつけよう一時期思いましたね、うん、あれはいはい裏切られた時なあ、あるんちゃう裏切とか例えばはいはいはいされたらもう女の人もなんか信じられへんみたいな俺もなったなだから3、4人と一緒に浮気された時あったからうん、一回あそうなったらもうあの時はちょっともう女性不信に陥ったよねそれで彼女欲しいってならんよなならんあやっぱりもうトラウマようん、うん、克服するのになるほど、ジョントラウマあったんやジョントラウマあったでもその後に何人も付き合ってるからあれだけど、うんうん、あの時俺もう無理だなってなったね、うん、付き合うのはなんか別れた直後さ、うん、そんな欲しいってならんくない彼女とか、うんうんうん、あこれも悪くない別れた後の自由を満喫しようああそう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 これ一回来るじゃんどんだけ落ち込んだ後あ、うん、俺自由じゃねっつって好きな時間に酒飲んでそうやんな好きな時に友達遊んでいやそうそうそうそ そうそれはあるんよなあるあるある、うん、なんか一回さ満たされてなかった方で満たしていきたいよね、うん、女性では満たされたから、うん、ここしばらく、うん、そうじゃないところでってなったらうーん入り込む余地みたいになる、うん、はいということで今回いっぱい出ましたね。はい、はい、まあ、やっぱ男ってなんかやっぱ自由求めてる感あるよな。そうだね。今話聞いてると、うん、そういう自由だったりだとか、うん、女の子以外の部分でなんか満たされてたりとか、うん、仕事が楽しいとかそういう時は確かにまあいらんかなみたいな、うん、でも勘違いしてほしくないのは、うん、彼女がいたらいたでめちゃめちゃ楽しいんですよ、ね、いやそうそうそうめちゃ楽しい、ね、めちゃめちゃ楽しい絶対にいらんなんかことはないなないんですよ、ね、あの比較したら、いる時の方が基本楽しい全然比較して人間としての充実度はいる時の方がちょっと高いです、ね、高い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 絶対そうなのよ、うん、それはそうやね、うん、だから別にいらんと思ってようが、うん、その例えばアプローチ付き合えないって話じゃないから、うん、そう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 全然付き合える、うん、そんなのはい、うんなんです参考にしてみてください、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、ありがとうございました。